1550年から1600年頃の時刻用4分儀公開用4分儀4分儀あるいは、小原儀とは、円の4分の1の線形をした目盛りのついた定規に、小巡類がついた道具。いくつかの使用法がある。天体観測の道具として用いる場合は、主に天体の地平線からの高度を測定するために、用いられた。また太陽や、明るい星の四五線高度を利用して、 観測者の地理的移度を割り出すためにも使える。また観測者の移度がすでに分かっている場合は、時刻を得ることができる。例えば天体観測の高度計、測量道具、航海道具、時計として使われた。英語の名称、クワドレント・クワドラントは、もともと円を4等分したそれぞれの線形という意味で、主要部品がその形状なのでそう名付けられた。日本語の四分儀や。 証言儀も同様の意味で付けられた。四分儀についての初期の記録は、プトレマイオスによるアルマゲストにまで遡る。この書でプトレマイオスは、ペグの影を90度の目盛りのついた子に投影することによって、正午の太陽の高度を測定できる道具について言及している。四分儀はイスラーム世界で盛んに用いられた。大きな末置き型もあり、 小さな携帯用のものもあった。携帯型の小さな4分儀は中世紀にはかなり広く使われていて太陽の高度から現在時刻を割り出すのに用いられていた。として知られている。最も一般的なタイプの4分儀はクワドリスビタスやオールドクワドレントと呼ばれるものであらゆる井戸で使用できるものだった。測定された太陽高度を時刻に変換するように設計されている。 使い方としては、まず観測者の緯度と日付に応じて、現状でビーズをスライドさせる。次に、4分位の端に固定された位置体の照準を通して太陽を観察し、ビーズが4分位の表面に投影された時刻線と交差する位置に表示されている時刻表示を読み取る。他にも、特定の緯度で、だけで使うように設計されたタイプもあり、王道を示すメモリがあった。 前述のクアドリスビタスの場合と同じように太陽を観察するが、このタイプでは王道の印と時の系列とが交差する位置を見つけて時刻を読み取った。船乗りによる4分儀の使用の記録は少なくとも1200年代にまで遡ることができる。そして1450年頃には船乗りの間で相当に広まっていた。当時は木星や真鍮星だった。 abcde impact, scientific instruments of medieval and, renaissance ヨーロッパ派と https コロンスラッシュスラッシュ www.mat.uc.part スラッシュヘリオスマスターノー e ンブ o v e h61 efrom htm the history of the sex テントの中ほどクワドレントについても記述があるありがとうございます